このチャンネルは保護猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は子猫の黒猫マームちゃんの特技、サッカー選手みたいな華麗なドリブルということでですね、この子が黒猫のマームちゃんって言います。生後3ヶ月ぐらいということなんですね。まだまだ子猫で可愛いですよね。で、今遊んでるのが髪を丸めたものなんですけれどもね、もうこういうのでもね、猫ちゃん大好きで遊んでくれますよね。ね、投げたらちょいちょいってやってるのがね、可愛いですよ。もう加えましたね、一瞬ね。ちょいちょい、あ、両手でキャッチして掴んでカミカミしてますね。ただね、子猫ちゃんだったら独り占めというか、もう加えて離さないみたいな、そういうタイプの子もいてるんですけれども、マームちゃんは全然そういうのではなくね、返してくれたりしますよね。ただね、ここカウンターの上なんですけれども、落ちそうですごい怖いなっていう ね、子猫ちゃんでおもちゃに夢中でなんかバランス崩してコロンみたいな。で、たまになんですけれども、子猫ちゃんってこう上から落ちて怪我をするとかっていうのがね、あるので、まあこれぐらいの高さだったら大丈夫かなとも思いつつもね、もし怪我したらいけないのでね、ちょっとハラハラしておりましたよ。ということで、店長さんが下ろしてくれました、ね、下で遊ぼうということで、で投げたら、まあ、こういうの猫あるあるですよね。さっきまで遊んでたのにね。もう一回行ってみましょうかね。どうでしょうか。あれ、お股の間に入っちゃいましたよ。何をしているんでしょうか。お、追いかけてくれましたよ。お、華麗なドリブルでしょ。もうサッカー選手みたいですよね、このね、ドリブルは。で、加えておいて、もうさあ下ろして遊んでおりますよ、一人でね。もう一回投げてみましょうか。よいしょ。早いね、やっぱり。で、なぜかね、股の間に入るっていうのが、ちょっとさ、ゴールと思ってるのかもしれないですね。早い、素早いね、本当に。うん、うまいな。猫ちゃんってほんとドリブル上手ですよね。あら、猫兄さんを締めの銀次郎くんが来てくれましたけれども、あの、またまたの間に入ったぞ。うん、またもう一回入ると。いやー、なかなか面白いでしょ、このね、マームちゃんの特技というか癖というか。はい、投げた、はい、追いかけた。本当にこう、猫ちゃんもね、何をするかわからないのがね、本当に楽しいんですよね。今回のお店は新大阪付近阪急 JR 淡路駅近くにある保護猫カフェ森の猫屋さんです。なんか一瞬わちゃわちゃしたしたんですけれども、もう一度股の間に入るっていう感じですね。すごいな、ずっと加えてるけども。あら、ちょっとここに入られるとね、撮影がしにくいのでね、店長さんが出してくれましたね。こうやって広いところでね、遊んでくれた方が絶対楽しいと思うんですけれどもすごいな。隙間から見える、あの、どっか行っちゃったか、うん、加えてまた後ろに行ってまた戻されるという感じを何回か繰り返してましたよ、この日は。早いカメラが追いつかない。また戻る、そしてまた投げられるで、またの間に入るすごい楽しいですよね、猫兄さん今本当に今度はまたやっぱ股の間に入りたいんでしょうね。
その上に乗ってきてくれました。おもちゃはどうかな。あ、こういう猫じゃらしとかでもね、全然遊べますね。おお、遊んでるよ。あれ、でも反応がなくなったかな。まあでもこういう隙間から出すのいいですよね。うん、綺麗なお目目してますよね。この子も美人さんになりそうだ。紙のおもちゃの方がいいとかってことはあるかな。あ、紙の方に行っちゃったかな今ね。紙の方が好きっぽいですね。いやでも本当にマームちゃんってよく遊んでくれる子ですよね。まあさすが子猫っていう感じでもあるんですけれどもね。皆様いかがだったでしょうか。マームちゃんね、とっても華麗なドリブル、可愛かったですよね。これからもね、猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェ森の猫屋さんでした。